はい、どうも皆様こんにちは。ネルタン44と申します。それでデッドライジング続きをやっていきましょう。で、今回から言ってた通りに、コーププレイでフレンドさんと、このデッドライジング2をやっていきたいと思います。それではフレンドさんいらっしゃい。はい、どうも皆様こんばんにちは。マロンです。このいでたち。いでたち。どうした？どうした？完全に気を置きだよ。顔が今ちょっとこれ被り物被ってるんですけど、この顔は全く主人公の顔と同じなんで。うん。うん。何もつけてないよ。それを説明されるとは思わなかったよ。あ、また君が開けるのちょっと。なんかデジャブを感じるな。ほら、シュールじゃん。なんか、なんとも言えないよね。もう、やばいよね、これ。ちょっとヒゲ見えてるって。絵面がやばいわ。ああ、そうそう、これなんですよ。普段、このシーンでは私が開けてたらこうなってたんですけど、ちょっとね、被り物のパンツマンが開けちゃいましたね。まあね。まあね、これが清掃だ。これがね、これを世界においての清掃だった、うん、まあね、紳士のたしなみっていうね、うん、もうバッチリだよ。バッチリか。これでもう結婚式出るわ。うわぁ、素足。素足。そう、靴下をつける前に腕時計しかつけてないし。うわぁ、まあ時計はちゃんとつけるっていうね。はい、じゃあ時計はね。じゃあちょっとゾンブレックスを探しに行きましょうか。うむ。うむ。じゃあ私もなんか。ね、ここら辺だ。任せた。任せた？あ、これですね。うん、じゃあちょっと今回から、よいしょ。あ、開いてなかった。じゃあちょっとまだ先の話に。うん、ああ、じゃあ私はスレッチハンマーを。お前が言おうとしたことは、なんとなくわかった。なんとなくわかった。はい。なんか分かってる。じゃあちょっとモールの中に閉じ込められてるんで、で、モールの中にたくさんアイテムがあるんですけど、これらをうまく使って、ゾンビを、よいしょ。まあね、受け流していくというか、まあうまくあしらって。よし。じゃあどうしようか。先にもうゾンブレックスだけ立っちゃう？ああ、どうしましょうか。ちょっとここら辺で遊んでいっても、まだ時間あるんでね。よいしょ、うん、じゃあ私も。いて。ごめん。ごめんよ。あ、そうか、ちなみに、フレンドリーファイヤー、これありなんでね。そうだね、もう、それをね、利用して、ね、遊んでいこうと思う。うん、ですね。今後。全く当たってない。オッケー。まあ、モール内のものは、もう何でも私物化できるんで。よいしょ。こうやって遊んで時間を潰すのもありですね。あ、おお、おお、ごめんね。ただやっぱ普通のパンチじゃダメだな。よいしょ。ん？普通のパンチじゃダメ？え？え？パンツ？え、そう言わなかった。え、言ってないですよ。うわあ、うわあ、変なとこ来る。パンツかじんないで。もう防御力ゼロじゃないか。パンツだよ。唯一の防具に噛みつくっていう。そうそうそう。ああ。もう大抵。パンツ、パンツみたいな。パンツ赤くない？もういいや。もういいや。あ、じゃあ行きますか？うん？行きましょう。登場会を進めてないぞ。いや、ね、これ実はね、2回目なんだよね、これ撮る。うん、ちょっとね、実を言うとこれちょっと2回目撮り直しました。ごめんなさい。そう、なんかね。はい、ちょっと、笑っちゃったね。データが飛んでしまいまして、もうこの風景見るのも2回目です。そう、だからね、俺何喋っていいか分かんない。そう、なんかどこまで喋ったか、どこまで喋ってないのかがね。そう。超微妙なんだよね。なんとも言えないですね。まあね、もう見るということはないからね。うん。ちょっとね、ちょっと反省しました。申し訳ないです。いいです。全然いいですよ。いやもう、これ、今、もうこの収録が終わったらもう即上げするんで。
ちょっとデータ消えないように、はい、すいません。本当にあのこの強盗の服のあのマークがスタバっていうとこまで言いましたっけ。スタバっていうかフォーチュンシティって書いてる。あ、書いてますね。あのフォーチュンシティがスタバを逆に。はい、じゃあパンツマンと私で倒していきましょう。もう強盗すの話あんま聞いてなかったっていう。よいしょよいしょ。あ、痛え痛え。あ、終わらせやがった。私がやる。これで私が。ああ。誰得なんですかね。主人公は私だ。追いはぎパンツマン。追いはぎ。あ、この服欲しいな。服より鍵じゃないか。鍵を入手する。優先しちゃったな。おっしゃ、なんか、しまってるんだろう。あんま釈然としないが、勝ちましたね。残念。じゃあ、任せた。任せた。じゃあまずこの奥方を、よいしょ、説得というかね、なだめていきましょう。その間に。はい、ゾンブレックスのマークが出ましたね。ゾンブレックス、まあ、ワクチンですね、簡単に言うと。よいしょ。この主人公の娘さんがちょっと感染してしまってて、それを抑えるための薬みたいです。お、まあ、ぶっちゃけゾンビよりちょっとね危ない人たちがいますけど。ああそういうことね。うんですね。ちょっとダメージ出てちゃってるから。あの彼らもああ、おばちゃんついてきてますかね。あ、ついてきてんな。もうね、何喋っていいかわかんない。じゃあとりあえずこのおばちゃんをセーフハウスに連れて行きましょう。そうだね、もう早く、うん、早く。で。こんなね、別に可愛くもないおばさんを。うん、ですね。まあ。そう、私ね、最近、デッドライジング3の動画を見たんですよ、ね。出てますね。で、意外な人がね、この作品に出てる意外な人がね、結構序盤に出てたっていう真実が。意外な人。わかったね。私も一応、デッドライジング3は全部見させてもらってるんですけど、意外な人、しかも序盤から?うん、序盤からいたね。うん、あまり記憶にないですね。どう?あ、ちなみに、デプライジング3は12年後ですね、これの。ああ、ですね。ちょっと話が繋がっているというか。そうそうそう。結構、熱いものがあったね。まだダメよ。まだダメよ。あ、そうか。ごめんなさい。カメラに自分が映りたかった。ムービーシーン自分が映りたかった。しかも、ムービーあったっけ、この人。いや、ありませんで、あー、なんかおばちゃんドアップしかありませんでしたね。あ、あった。あれあれあら、え?あなた起きました？ん?押しましたボタン。いや、押しなよ。あれ?おかしいよ。この姿、馴染む。もう馴染んでいる。くわー、このおいちゃんも何も言いませんよね。そうそうそう、一応。これがもう。一応警官なんですけどね。戻ろう。戻りましょう。はい。素早く。で、一定距離離れてしまうと、ね、さっきみたいに、置いていっちゃうんで。いないのよね、はい、うん。目の前に行っても、もう分かんないという感じだね。完全に眼科行けという。そう、もう、めんどくさい迷子ですね。そうそう。でね、取り残されている間は、ずっとダメージを負うっていう、もう完全に役に立ったんだよ。はい、じゃあちょっと、寝てるおばちゃんを。寝てるから。よし。こうやってね、マーキングすると勝手に打ってくれるから、ね、どうやるんでしたっけ。構えて
三角。ああなるほど。で何も押さずに三角を打つと呼び込める。ああでしたね。こっちに来なと。助けてくれてありがとう。うるせえ。まあ別にあなたのためじゃないんですけどみたいな。あレベルアップしましたね。俺のレベルのためじゃねえのか。ひどいな何気に。あれ持っていこう。ああなんだ。えどれ。あれあれとしか言わない。あれよいしょ。あれかちょっと待って、あなただけにいい格好はさせませんよ。ちょっと私も、それらしいものを持っていく。パーフェクトダディだから。いやいやいや、パパは二人もいないんですよ。いらないんですよ。いてー！ちょ、待て、それはないやろ。それはないだろう。ちょっとね、そういう削り合いはなしにしましょうや。大丈夫、オレンジジュースだったわ。俺だってワインありますよ。ワインどれ？ワイン。それ違うでしょ。え、これなんかリキュールでしたっけ？あのね、ウォッカ。あ、ウォッカ。あれはウォッカ。任した。どれを？クエスラを。ちょっと。クエスラを。あなたそのうちに、なんか例のやつ持っていくでしょ？いや、俺もう一人のやつを説得しなきゃいけない。ああ、じゃあなるほど。じゃあ私はこっちの方を。うん。と、いいよいしょ。オッケー。亭主と喧嘩しちゃってるみたいですね。おこなんですよね。俺、ゾウさん持っていくから。え？持っていってる。じゃあちょっと待てよ。このおばちゃんを。早く、早く。お、来たか。オッケー。じゃあこのおばちゃん連れて行きましょう。さあ、今ガンガン飛ばしてる。あ、行った。マロンさんが旦那の方を持って行ってるじゃねえや。連れて行ってくれてるみたいなんで。よいしょ。うん？わ、大丈夫だな。よし。旦那が動かない。ちょっと待って、旦那動いて。お願い。あ、合流しましたね。出会った。あれ、仲直りした。早いな。よいしょ。え、それ持ってってるよ。もう一つなんかあるでしょ。あれマロンさん被っちゃいました？私、ちょっと。あ、じゃああそこの方で。俺があれを持ってく。え、いや、俺はゾウさんもらう。なんか、このゾウさんそんな可愛くはないですよね。そうだね、もうクオリティ最低。なんかちょっとね、買い。自制しよう。ああ、めんどくせえな、これ。よし、結構倒してますね。おばちゃん、結構、なかなかお強いんでは。もう来てるよ。だって、そうだ、もう、ロード中って、もう完全に喋らないっていうね。なんかね、なんかちょっとね、カットしちゃう気もするし、みたいな。いや、フルムービーではここカットせずに、そのまま行くんで。いや、逆にめんどくさくないっていうね。ああ。喋り続けた方が面白いかなって思っちゃって。まあですね。どっちよ私が上げる。あ、ゾンブレックス。この下りから来ちゃいましたが。はい、じゃあ。あ？何？よいしょ。ゾンブレックスを与える時間が7時から8時の間にまた様子を見に来るよ、みたいな。今何時？で、ゾンブレックスはもうゲットしてるんで、よいしょ、今何時でしょ？でも、あ、6時。え？あ、お、バックドロップ。よし。よいパピーだから。いやー、パパは私がいいと思うよ。ケイティ、私を選びなさい。パインチのパピーは良いパピーだよ。いやー、それはないよ。超見さらせ。ちょっと私の方がいいお父さんっていうところを。はい、どうぞ。パパの方がいいよね。ほーら、パパだよー。ほーら。この人誰？みたいな顔してるよ。ほーら、クマちゃんだよー。みたいな。
あ、ほら、パパありがとうって俺はもう見た。あるんだは？いや、そんなボールで喜ぶわけがないよ、そんな。おっと。いや、あの、気使ってそういうリアクションしてるだけだから。おお、こっちの方が2個だと。あ、ボールだーみたいな。ほーみたいな。あ、じゃあ私このハンマーを。これは喜ぶ。これは子供に受け。何が渡そうとしてるの？ウォッカもあるよ。ウォッカ渡すんじゃないよ。あー、やっぱダメか。よいしょ、お酒ダメそうだな。だ、私もね、お酒ダメなんですよね、あの。あ、リアルマロンさん。そうそうそう。年齢的にもダメだし、あの、なんだろう。正月のね、おとそでね、6時間死んだっていうね、経験があるから。おとそ1杯だけで。は?6 時間死んだ。あなた、その人間ではないのでは。でね、おとそを飲むじゃん、あの、小さいやつで。おとそを飲んで、水2リットル飲んで、ようやく30分で落ちてた。もう病気になるから。自分も飲めないんだよ。自分も酒苦手なんですけど、その酔うっていう感覚、なんか気持ち悪くなるっていう感覚と酔うっていう感覚がいまいちよくわからないんですよね。ああ、よし。あ、早いよちょっと。はい、じゃあお薬あげましょう。絶対似合わねえよ。違うよ。ハッピーじゃん、これ。なんか役付けにしそう、この人。危ない薬。やめろ。もう顔が。うわぁ。このお父さんには我慢しなくていいよ。本当にいい子だ。絶対なんか中学生とかなったら うざがられて、距離置かれる。やめろ。やめろ。パピーは一人だ。裸のパパなんて嫌みたいな。それなんか悲しいわ。泣けるわ、それ。これが生まれたままなんだよ、みたいな。あ、じゃあちょっとセーブしましょう。あ、いや、もうこのまま続けてます、うん、あ、じゃあもうこのままで。一応セーブで。あはん。なんか うまくシンクロしませんね。今回。そうだね。前回の方が良かった、ね。そう、前回の方がシンクロ率高かったんですよ。そうだね、もうちょっと、おかしい。ちょっとね、ぎこちないよね。うん、ちょっとぎこちないね、なんか。もうどこまで手出せばいいか。そう。何を言ってないかも分かってないけど、ね。ちょっと分かりませんね。そうそう。あれからもう何ヶ月経ってんだろう。もう1ヶ月ぐらい経つよね。左遷。あ、かわいい。あ、え？この後ろ姿に可愛さを求めたんですかね。いや、あれじゃねえよ。あれじゃねえよ。私ね、あの、黒髪の方が好きなんですよね。金髪より。なんか急に暴露しましたね。なんだって？いや、なんか急に。暴露ではないです。ここはね、黒髪の人。なんでもない。なんでもない。うん。うん、そうか。もう見切れてんよ。見切れてんよ。ダメよ。なんかそれ用に、ねえ、ちょ、映像が作られてないから。No way, not in your life. もう正直わかんないよね。What possible reason would I have to do something like that? どんな顔して言ってるのか。これは変えた方がいいな。ちょっとどっちで変えます。Look, I don't know what the hell is going on here, but I'm being set up. めっちゃ笑ってるんですけど。めっちゃにこやか。誕生日ぐらい分かった。デッドライジングって、デッドライジングついて2つあるんだけどね、これは初代の方です。どっちかっていうと。あれ、聞こえてる？うん、聞こえてますよ。いや、ちょっとどこまで、あれかなみたいな。
いや、不安になるわ。クイーンの動画だからね、はい。いや、ちょっと、マロンさんにも。むしろ振ってくれ。いや、自分そんなトークが上手い方でもないんで、ちょっと、ここは任せるだけ任せ。いや、うく主。うく主、なんとかしてくれ。自分恥ずかしがり屋なんで、みたいな。いや、私も結構ひどいもんだから。あ、ですね。うん。あ、いいじゃん。うん、おー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 認めやがったな。よし、じゃあ行きましょう。うん。あ、メンテナンスルーム。先ほどマロンさんが取った鍵ですね。うん。どこにしまってんだろうね、パンツで。中でしょ。触りたくないですけど、あの、鍵の横に鍵を直したみたいな。絶対嫌だわ。自分でも触りたくないよね、そういうの。うん。なんか生々しくなってしまいますね。やめよう、やめよう。この話はやめよう。はい、じゃあ、鍵使って開けに行きましょう、部屋を。よいしょ。うん。早く。あ、私が開けないといけない？いや、近くにいなきゃ。ああ。はい。はい。嘘。あの、なんだ、ムービーでさ、比率おかしいよね。出る比率が。じゃあ、最初のあれは任せたわ。ああ、わかりました。コンボは。はい。動画的にね。動画的にね。うん。顔が。はい、ということで、ここはどこだ？はい、じゃあ、コンボ武器を作っていきましょう。特定のものと特定のものを組み合わせることによって、コンボ武器っていう、なんかまあ、強力な武器を作れるんですよね。例えば、ここにバットと、釘があるんで、この二つを組み合わせます。あ、やっと自分のターンが来たというか、なんと、やっと自分のムービーが入ってきましたね。よかった。はい、で、この二つを組み合わせて、まあ、釘バットを作ることができたと。で、他にもいろいろあるんで、随時試していきましょう。あ、早い。で、他の武器より断然強力なんで、しまった。この武器、馴染む。もうすでに血だらけっていう。お、トランシーバーが。あ、メッセージ。ああ、これで生存者の場所まで行けると。よいしょ。お、ジャンプチック。さあ、フォーチュンシティホテル。ここホテルもあるみたいですね。あ、見えてる画面違うんだ。あ、見えてる画面違います。私にはホテルが映ってますね。俺、ジャンプチックが映ってる。なんか、北斗の剣みたいな格好してるよ。北斗の剣みたいな格好がちょっといまいち想像つかないんですが。なんとの方、あ、やったぜ。やったぜ。しょ、ホテルはパンツって決まってんだぞ。いや、それは決まってない。いいのか。いいのか。ちょっとそこね、日本の悪い風潮が出てますね。ここ海外なんで。ここは海外なんでね。ホテルでは裸にならないっていう。あ、さっきのお姉さんですね。なんか拒否られましたね。なんか熱く拒否られちゃいましたね。やっぱパンチじゃないからだよ。は？逆に、パンツじゃないから拒否られた。逆にパンツで握手を受け入れるっていう女の方どうかと。パンツは偉大だから。大丈夫だから。いやね。フランキーだってそうでしょ？フランキーは、体感だけである。
いや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 、ちょっとあんまりよろしい例えではな。ん？スーパーだよ、スーパー。スーパー？いけんじゃん。あ、そういえばアフレコ？あ、してましたね。あのアフレコか。これのこれ2回、まあ最初の方はこれアテレコしてたんですけど、2回目どうします？どうしようか、もうあれ結構大変だから。そう、あれ結構大変なんですよね。大変だと無理な場所あるから。あ、ダメってよ。ダメってよって、ちゃんと聞かなきゃ話。もうなんか途中まで聞いてても、なんか今どこをどう話してるか忘れてましたね。話に置いてかれた。あ、テレビの音聞こえてない？大丈夫？今んとこは聞こえてません。あ、よかった。テレビつけてるんですか？うん、今全米オープンがあってる。おいおい。あ、な、結構大人数ですね。 あなた何した？なんかスプレー缶持ってますよ。よかった。はい、でこうやって武器を渡すことができますね。今ね、スプレーを渡しちゃった。ああ、でちなみに言うと、この渡した武器は使用回数無限になるんで、例えば銃を渡せば、その味方の銃は弾が無限になるんで、まあ、結構強い武器を持たせるのがいいかもしれませんね。あ、メルタントイレの方行ってて。トイレ？と、あ、あっちですね。あ、っていうか、あの人に話しかけた？どの人ですか？あ、話しかけてない。レベッカ。かな？レベッカ？あ？レベッカ、うん、レベッカだっけ？もう、レベッカだっけって、もう、最初の、ね、自己紹介のとこすら聞いてなかったっていう。あ、そうそう、レベッカだ。よかった。はい。左線。よいしょ、車椅子。あれ？ちょ、置きましょう。だって、よし、行きましょう。ここは結構嫌いなんだよね。あ、結構。なんもないからさ。嫌いなんだよね。よいしょ。あ、痛い。ごめんね。あ、こうトイレを勧められましたね。ちょっと、足しときましょう。任せるわ。あー、じゃあちょっと私は、催したんで、トイレに行かせていただきましょう。はーい。よいしょ。はい、じゃあトイレ行きましょう。よいしょ。ないだ、俺は。何をしていたらいいんだ。ポーズメニューを開くことしかできない。ちょっとツレションを断られたんでね、それまで待ってもらいましょう。OK。 はい、じゃあトイレも終わったんで、 ちゃんと手も洗っていきましょう。汚いやつも。いや、パンツに言われるよりは、てかパンツに言われたくはないわ。俺自分で言って、あーって思ったわ。はい、じゃあ行きましょう、チャットさん。よいしょ。よし。あ、いた。ごめんね、チャットさん。新しい武器を携え。さあ、またなんか武器を作っ、ん？なんだ、怪しいやつ作ってんな。うわあ、危ない。あ、レベッカさんどこ行きました？あ、いるな。コンボカードないと必殺技がね、繰り出せないんだよね、これ。よいしょ。よいしょ。ちょ、私もなんか、バンバンコンボ武器を作っていきたいですね。この先にあったらね。よいしょ。さーて、ここはまだモールの中でも建設途中みたいで、結構まだね、あい、よいしょ。そうだね、作業員がめっちゃいるもんね。ですね。なんかもうめちゃくちゃ、いすぎって、いすぎなんですけどね。こんなに。あ、ここでパンツなれるよ、どうする？パンツ？え？ここでパンツなれてる。うわあ、ちょっと武器超怖いな。なんだ？あ、ドリルと、あ、バケツとドリルなんかありそうだった気がする。ちょっと作りましょうか。あったあった。
はい、じゃあ行きまーす。バケツと、これと、たらもう、ああ。ドリル。おう。ステンバイ。さっきやっちゃってくれ。よいしょ。はい、作りました。バケツドリルですね。もう、そのまんまネーミング。お？チェーンソーありますね。ね、あ、なんだったっけ？そこにいる、なんか、なんだっけ、あれ、ノコギリみたいなのあるじゃん。ありますね。それとお皿も結構取るよ。皿ありました。じゃあ、このお皿と、よいしょ。チェーンソーで作りましょう。よいしょ。チェーンソー？チェーンソー？なんだこれ。あれ。まあいいや、ステンバーイ。なんて言うんだろうね。あ、スクラッチカード。これがコンボカードなしに、自分でコンボ武器の組み合わせを発見すると。まあ、私たちが今この状態なんですよね。もう武器を大体、把握してるんでね。なんか一部忘れてるやつもあるんですけど。はい、じゃあお待たせしました。行きましょう。サランチャーですね。よいしょ。ちょっと重たい。これで私がムービーに移れる。私だ。おーっと、いいぞ。いいぞ、やったぜ。やっぱね、主人公が、ね。やっぱ、ね、服ちゃんと着てた方がいいよ、みたいな。ほら、レベッカさんも服着てる方がいいんですよ。そんなバカな。パンツ見てこの、お似合いの二人も、ほんとに。舐めてらっしゃるなぁ。いいもん、ケーキにいっぱいあげたもん。ふぅ。いっぱいあげたもん。いやね、すぐ巻き返せるんでね、やっぱどっちが本物のパパか、ちょっとここらではっきりさせましょうか。ブリーフいや、ブリーフ、もう、旧時代の遺物でしょ。よいしょ。あ、なんかブリーフユーザーを敵に回しましたけど。あー、マロンさんが道開いてくれるんでね、なかなか楽できる。よいしょ。はい、サランチャー行きましょう。めっちゃ皿の音聞こえる。怖っ。皿がここまで強くなるみたいな。よいしょ。皿強いよね。皿強いですよね。結構なんか、皆さんもご自宅にあるお皿でこういうの作ってみてはいかがでしょうか。やめなさい。やめなさい。よいしょ、いいですよ。結構ね、学校の友達にもこれをね。なんか、はい。ごめんね。え？準備の結果なんか落ちてなかった？あー、どうでしょう。私が見た感じには落ちてなかったんですけど。なんか、こいつらの敵、危なっ。ごめんなさいね、なんか。から飛んできたわ。射線。よし。3D だったわ、今。3D。おっと、何を作るのかな？あ、ダイナマイト。と？あ、出た。いきますね。いいセンスだ。俺はこれあんま好きじゃないんで。なぜ作ったの？ダイナマイトって結構多様性あるんだね。あ、これまたあなたじゃん。いや、私だな。あてよ、いや、私だ。半袖になった私だ。希望はないのか。ああ、いいっすねー。いいアングルだ。ああ、いいっすねー。良きアングルよ。ただ、ピッキングって相当難しいみたいですけどね。まあ、なかなか。っていうか、しないよね。まあまあまあ、確かに。そもそも。なんかもう何を考えているかわからない顔してますよね。あ、しまった。あれ、変えるの忘れてた。あ、そうですね。なんかそのままひょいひょい進んじゃいましたね。毒な格好じゃないって。よく取れるよね。ですよね。結構スプラッタだと。うん、しかも表情一つ変えずに。なんかある意味慣れてるのでは。こういうの慣れるってコナン君でもなかなか慣れてなかったぞ。あの死神って言われている。
あれ親中二か中二かまたはあるかどれだ、うん、あの、例の漫画か例の漫画、うん、死神と呼ばれていた頃があったみたいな。ええなんだ映画化したじゃん。映画化した、いや、ちょっと何かわからないですね。おやおや本当か本当かちょっとそれについては詳しく個人的に聞きましょうか。大丈夫か大丈夫か、いや、もう多分大丈夫でしょう。ちょっと、まあね。高校に同期とは思えないような。ですよね。高校の同期とは思えないような、あれだと。私とマロンさん、高校からの付き合いなんですけど、こんなに噛み合わなかったのは久しぶりですね。なんか。いや、初めてじゃない初めてですかね。初めて喋った方が。うん。なんか、うまく喋れた記憶が。そうそうそう。どうしたんでしょうね。どうしたんだろう。あれ？あ。チャットさんこんな顔でしたっけ、なんかちょだいぶやつれた。あ、ちょっとずるいよ、ちょっと私も、あ、私ナイフとドリルあるぞ、ちょっとどれか。パピーは今行くよ、待って。よいしょ。あ、デッキブラシの進化が来たね。あ、え、あ、あ、あ、なんですか、なん、んイベントが、あ、さあ誰か怒ってますね、誰でしょう。あ、そこで現れるのはパンツ。これ火に油を注ぎますよね。真面目な話してる時に。完全に煽るんですよ。もうブチギレ。もうホルスターに手かけてる。もう撃たれてもおかしくない。後ろ。なんか全体的に部屋がファンシーになりましたよね。信じられねえよ。絶対信じられねえよな、これ。パンチだし。あー、チャンさん来ましたね。ここどうしたら方がいいんだろうね。もう散々喋りまくってるけどさ。うん。じゃあとりあえず。黙った方がいいの。いや、まあでも、字幕で日本語で喋ってないんで、ちょっと私たちが、まあこうやって喋るのもいいんじゃないんですかね。ああ、そっちで行くか、うん。じゃあネタを振ってくれ。じゃあマロンさんの生い立ちから話していきましょう。俺の生い立ち話ってどうすんだよ。じゃあ、あ、じゃあ、ちょっと今の現状言おうか、ちょっとした。え、あのね、コントローラーがなんか、無駄に汚いっていうね、現状。何これ。自分と触ったらめっちゃ汚かった。ああ、なんか、豆にメンテした方がいいとは聞くんですけどね。自分もコントローラーだいぶ使ってて、なんかもう、アナログパッドの部分が削れちゃってなんかえらいことになってるんですよね。マジか、っていうか俺買い替えたんだよね、コントローラー。あ、買い替えました。うん、2台目。あー、なんか誤作動が多くなるんですよね、しばらく使ってると。そうそうそう、あれひどいね。なんか私たち結構 FPS ゲーム、まあ COD とかやってるんで、その時に致命傷なんですよね。致命的すぎて。おかしいのね、エイムを合わせるっていうか、なんだろう、覗き込んだ瞬間ナイフ振ったりね。ありますね。もうあるあるなんで。そう、あ、それでね、あの、スナイパー戦でね、それやっちゃったことがあって。うん、あ、スナイパー戦、ほんとあれが来るとね、あれが来るとクーってなりますからね。たまに撃てないしね。ちょっと待って、マロンさん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 。一旦それ置きましょう。一旦置きましょう。くっそ慈悲はないのか、もう、なんかもう何も考える暇すらなく。ああ、上辺だけ喜んでる。いや、上辺じゃない。上辺じゃない。心の底から。心の底から。なんかもうすぐにマチェット出すのやめましょうよ。さあ、私もこれを。今、ちなみにレベル7。今、7ですね、私も。いいね、じゃあ。ちょうどいいね。
あ、どうします？時間いい感じなんですけど。ああ、そうだね。もう。ちょっとパート1は。終わっちゃったから。うん。じゃあパート1は、はい、ここら辺にしときましょうか。うん、じゃあトイレ行きましょう。ツレション行きましょう。うん、はーい、じゃあということで今回はここまでにしまーす。虫が飛んできた。あ、刺さってる。虫が飛んできたわ。はい、それではご視聴ありがとうございました。んじゃあまた、次回でお会いいたしましょう。お、脱いだ。はーい、じゃあ、お疲れ様でしたー。